中島栄治から1925年2月17日は、日本の土木技術者。宮城県仙台市生まれ、東京帝国大学名誉教授、工学博士、日本の近代上水道の父、近代衛生工学の父などと呼ばれる人物、駒沢給水塔の設計者として知られる。明治31年以降、旧東京市議士長、内務省議士、 中央衛生会委員、都市計画調査会委員を務める。箱根宮の下御用邸への給水引き込みの設計協力を行い、また、東宮御所の水道施設をはじめ日本や満州の多くの近代水道施設を手掛ける。1858年10月12日仙台城下、長谷倉通りに生まれる。1870年、仙台藩藩校、養賢堂に入学。 1874年、関立宮城外国語学校へ進学。1883年、東京大学理学部土木工学科を主席卒業、同大学助教授となる。1884年、京阪、山と伊勢地方ほか地方の古代建築物調査を行う。1887年、文部省の命で3年間の米欧各国に、海外留学、工学と、 衛生工学を学ぶ。その後ドイツへ渡り、水道工事を収める。さらに、イギリス上下水道を、欧州各国の土木工事、ローマ給水法を調査。1890年、内命により、留学期間繰り上げ帰国。1891年、内務省儀司法。東京市の水道改良工事基本計画を修正。東京府西、東京府東京市水道技師。 1896年、東京帝国大学土木工学教授となる。1899年、工学博士の学位の授与。1901年、欧米視察出張、イエール大学招聘。1904年、東京市、下水道設計調査を移植。1905年、大韓帝国の移植で都館。1911年、東京市、水道拡張調査を移植。 1919年、東京府知事、隣接町村の水道計画調査を移植。1920年、東京帝国大学土木工学講座担任。1921年、大学大官、名誉教授となる。1925年、土木学会会長に就任。2月17日の一決で急生。50年時、官方第6148号。 序任及び、事例1903年12月28日。漢方第6902号、序任及び、事例1906年7月3日。漢方第1 0 9号、序任及び、事例1915年12月11日。ありがとうございます。